はい、シャドーバース実況。お、すごい、アバターがすごいね、これ。相手の人結構やり込んでる人っぽい。なんかびっくりするようなプレイを見せてくれるかもしれないですね。これデュエリストモルティカイじゃない？俺の切れ札の。結構ネクロマンサーの切れ札。ほら、このカードだよね。ほら、今ハンドに来た。こんなアバターあるんだね。いや、これ強いよな。おっと。割と相手も2ターン目の動きとはしては最前手なんじゃないですか。俺はここでダメージレースで有利になるために除去する方を選ぶ。どうなんだろうね。まあ高校だから何かのタイミングで進化使ってこっちのペースに持ってきたいんだけど、現状これを立てるぐらいしかやることがないな。次進化来るね。さあどうしようかな。相手ライフ狙ってくるね。まあまあこれを使うんだけど、で進化するよね。これ進化でなんとこうゴーストが出る。進化時効果。これ2点食らうんだ。ここでさあどうしよう。ここは、ね、悩みどころだね。まあゴーストで処理した方が無難なんだろうな。ゴーストみたいだな。ていうのは手札にソウルコンバージョンというドローストがあったから。わあ、だいぶライフで押されてるね。ただまあ場では勝ってるけど、相手も進化2回できるからな。うわ、失踪。相手早いデッキだな。相手早いデッキっぽいな、これな。これはどっち落とすんだろうね。あ、そっちなんだ。そっちなんだ。なるほど、ここでライフ狙いに来なかったね。ちょっと相手も慎重になってる風ですね。難しいな。ここで俺進化使うべきな気もしてるんだよね。まだまだ起こさない。よし、進化使ってくか。いちいちを、いやでもいちいち残してもいいか。ちょっとここで進化はしない。まあいちいちのスケルトンぐらいならいいだろうという判断ですね。おっと、やるね。ただこっちはいいカード持ってるんだよね。にしてもちょっとネクロマンスが足りない状況だな。これどうしようかね。結構難しいぞ。しょうがない。しょうがねえな。これ場を崩してケルベロスで耳で1枚破壊できるかな。ちょっとネクロマンスが6足りてればってとこだったんだけど、負の嵐がね全体3ダメージになるから。っていうところだね。でこの22を進化で落とすべきか否かだね。3進化で落とすか。こっちでね、こっちはやられてもドローできるから。愛はいかなる時でも輝くの。あれ、あ、攻撃しちゃったんだっけ。間違ったそっか、今やるならケルベロスにやるんだった。攻撃した後だったわ。間違っちゃったよ。完全にプレミア。うわー、ここのようなプレミアでかいぞ。残念、もう帰らないと。つらい、
辛いよ。ただここでネクロマンス6で全体3ダメージ、どうなんだろうね。でもなんか疾走持ってそうだね相手。ここでどうするかな。こいつ生き残んない気がするんだけど、でもここで5点。相手ももう進化使い切ってるね。今痛恨のミスしてるな俺。まあこの辺のミスもね、経験値が上がってくれば。うわわわわわわ、あれ疾走持ちのやつが攻撃してこなかったね。どういうことだろう。ちなみに死の祝福はネクロマンス6。ああちょっとネクロマンスが足りない状況来てますね。貴様の勝ちだ。お、相手投了しました。ハンド的にちょっと返せない感じだったのかな。勝ちいただきましたよ、ありがとうございます。でもすごいヒリヒリする試合だった。なんかちょっとしたらきっかけで負けそうだったんだけど、やっぱ進化1回残してるっていうのが強かったね。そうか、今進化すれば10点取って勝ってたんだね。そういうことだね。ありがとうございました。